こんばんは。 72 おうち時間リレー、今日の担当は SK48 チームイの菅原真也が担当します。イエーイ、髪の毛バサバサ、イエーイ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 。元気にしてましたよ。皆さんも元気ですか？元気ですよね。よいしょ。はーい、イエーイイエーイイエーイ。今日はなんか 7D2 の話もしようと思ったんだけど、なんか家にいちごがあるからいちご飴を頑張って作ってみようと思います。イエーイ。でもうまく作れるのでしょうか？あんま作れなさそうですね。まあ、まずはいちご飴の作り方を調べますけど、菅原は鍋でやりたくないので電子レンジでもできるというのを聞いたので、電子レンジでやりたいと思います。頑張ります。電子レンジでいちご飴を。でも計量カップとか、計量カップしか持ってきてないんですよ。あんのかな。お待たせしましたお待たせしました。スプーンを取ってきました。やりたいと思います。まずはいちごは洗ってきたんですよ。まずは手を拭く。いちご飴作ります。だから作りつつ話したいと思います。作りつつ、耐熱容器で作れるんです。まずは砂糖の量多いっすね。そんないるのっていうぐらい。なんか糖尿病になりそう。材料は砂糖。こんなに砂糖大さじ。今私はネットの記事を調べてやってます。大さじ 6? 大さじ 6? 多すぎだ。うまくいくといいですよね。願ってください。作りつつ 7D2 のお話でもしていこうかと思います。7D2 はね、本当にね、なんかね、うるさい。いい意味でも悪い意味でもうるさいんですよ。って私は思います。
いい意味でも、まあ、これはね多分ねスバラだけが思ってることじゃなくてみんな思ってると思う。 7D2 自体全員がみんながねうるさいの絶対にね今3回入れた自覚はしてるんですよ。4でもねなんかね誰かのチュイさんが言ってたのかな、なんかいい意味でそのうるさいんですけどねいい意味でね空気が読めちゃう部分があるんですよ自分たちって。自分たちで言うのもあれだけどね空気を読める部分もねあるからね、うるさいんだけど遠慮しちゃうときは遠慮しちゃうの。だからそこがもったいないなっていつも思っちゃう。え今何個入れたんだろう。5回だ。次で6回目。6回目。6回目です。これで6回目。はい、入れました。小さじスプーン3杯だって。どこ小さじ。小さじのスプーンはちょっとな持ってくのだるい。小さじ3杯ってお水どんぐらい、大さじ1杯と同じぐらい違う。一緒、大さじ1と一緒だよね。大体同じだよね。大体一緒だよね。ペットボトルのキャップ1杯が小さじ1杯。本当に？今すぐ洗う。それ、その言葉信じてるよ。ペットボトルのやつと。ペットボトル一緒？ペットボトル一緒？ね、ペットボトル一緒？え、小さじ1杯。ペットボトル信じちゃった。ああもうやばいかもしれないけど信じるわ。まあ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 信じる。ペットボトルのことを信じる。ちょっとだけちょっとだけ砂糖入れよう。ほんのちょっとだけ。まあ失敗はね成功だ。まあいいの、失敗したら失敗したでいいの。自分を信じる。これをねよく混ぜる。よく混ぜます。嫌かもしれないこの音が、この音が嫌な方多いかもしれないけどごめんなさい、許して。でもいい感じだった気がする。
抜けて拭こう。こう触っちゃったから。何作ってるの？いちご飴。いちご飴を作りながら、いちご飴を作りながらあれしてます。 7D2 の話をしてる。途中からちょっといちご飴に集中しすぎちゃったけど、なんか髪色さらに抜けた光の加減かな。まあね、染めてないですからね。今染めれないです。で、いちごの水気を、いちご飴のコツは何ですか？いちご飴のコツはちゃんと見ること。めっちゃうるさいと思うんですけど、ナナリーツの形がさ、また世間に見つかったらいいのになっていつも思うんだ。いつも思うの。いつも思うし、あとはやっぱさ、これってさ、別にうちらの木に限ったことじゃないけどさ、なんか昔のイメージってさ、やっぱ取れないんだよね、そう簡単にってめっちゃ思う。昔のイメージってそう簡単に取れるものじゃないっていうのがさ、難しいなって思う。まあそれはそれでね、本当にその子たちがさ、すっごい頑張ってたからっていうのもあるんだけどさ、なんか改めてさ、なんかその子たちがいなくなった時にさ、ああ自分たちって本当まだまだ まだまだだなってめっちゃ思っちゃう。だからそれをね、乗り越えるしかないんですけどね、そこで折れないように頑張りたいですね。こう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 、今水気を取ってる。いちご飴作ってなんか、まあ、今までさ、すごいチャンスをもらってきたからさ、そんなさ、またって思うかもしれないけど、なんか今一度今のうちらを見てほしいなって思う。本当にいい子たちがいっぱいなんですよ。めっちゃみんな頑張ってるし、こんばんは。コメントするのステンです、ありがとう。はい、じゃあいちごつけました。したらね、これを混ぜて私は電子レンジにまた行ってこようと思います。600ワットで2分から3分、アメやレンジによって加熱は違うらしい。ちょっとうるさいですね、もうちょっと待ってください。
ちょっと行ってくるわ。行ってくるわ。これ。楽しみですね、いちご。美味しそうでしょ、これ。さあ、うまくいくのでしょうか。本当はね、様子見ながらって書いてるんですけど、ちょっとそれは無理ぽよピーポ。音鳴ったらすぐ取りに行くんです。ダッシュ。でもさ、うまくいったらさ、冷やさなくてもいいんですよね。うまくいくかな。うまくいくんですかね。うまくいったらいいな。いちごはもう一個かな。正解、宮城のいちごです。じゃあ雨が来たらあれしよう、炎のから順にお話ししてこよう。画質悪いって。なんで画質が悪いんだろう。まあ仕方ないですよね。そんなこと、画質どうにかしたいけどさ、どうにもならないことだってあるんですよ、悲しいことに。今日はショールーム全体が重い。いい感じに焦げてる。焦げてるじゃない、熱っ。茶色くなってるよ。あー、なんだかうまくいきそう。あ、落ちちゃう。ジュクジュクいってるもん。ほら見て、いい感じ、黄色くなってるよ。これで失敗したら、でもこれつけすぎちゃうんだけど、すぐ洗う。なんだかうまくいきそうな気がする。もういちごが熱いよ。あ、あ、落っこちた。あ、これはバカみたいに雨がついてしまった。うまくいくんかな。うまくいくといいな。あ、でもこれ固まってるよ。なんかどっかの隅にべっこ飴的。あ、やばい、待って、やばい、これいちご飴にくっついちゃう。これいちご飴にくっついちゃう、バカだから。まあいっか、成功したの見せればいいや。わあ、固まってる、すごい。ちょっといちご飴とくっついちゃった。
まあうまくいければいいよ。最後が良ければいいの。ぶっちゃけるといい感じだと思う。これでじゃあヒエルの待ってる間におしゃべりしますね。まず相川ほのかちゃんについて話しますね。ほののはなんかなんだろう、ほののはなんかもう気づいたらめちゃくちゃ綺麗なお姉さんになってた。めっちゃお姉さんになってて、めっちゃダンスも綺麗で MC もめちゃくちゃ面白いし、なんかすごいほののはなんか何もか分かんない、考えてるかもしれないけど、なんか考えなくてもなんか一言一言がめちゃくちゃ的確でめっちゃ面白くてみたいな、それがすごいなんか羨ましいし、ちゃんと可愛いしダンス踊れるしみたいな。でも本当にね一番垢抜けたと思う、ほのの的に 7D2 の中では相川ほのかちゃんだし、ちゃんと後輩の面倒も見れてるし、なんかこんなちっちゃかったのに成長したなっていうのもすごい感じる。続いて浅井優香ちゃんは、優香ちゃんも本当に大きくなったし、なんだろう、優香ちゃんはなんか自分のダンスのなんか見せ方っていうのをなんか分かってるし、めちゃくちゃ研究してるなって思う。あとはでもなんか本当にちゃんと努力、みんな努力してるけど、努力してる子だから、なんか SKE のシングルでもフロントに立ててるからすごいなと思う。なんか一時期はすごいなんかメンタルの心配とかもしてたけど、いろいろとあるかもしれないけど、まあ、そっからは一時期からは吹っ切れたのかなって思う。なんかゆかたんは本当に自信がないから、もうちょっと自信をつけてもいいのかなって思う。じゃなきゃみんなから何そんなさ、何可愛がってももらえないし、みんながね、ファンのみんながゆかたんのことたくさん応援するわけないじゃないですか。みんながゆかたんが魅力のある女の子だからみんな応援したいって思うと思うんですよ。だからなんかもうちょっとゆかたんは自分に自信を持った方がいいなってめっちゃ思う。本当になんかゆかたんはあと自信を持ったら完璧かなみたいな勝手に思うってめちゃくちゃ思いますね、個人的に。もうちょっと自信を持ったらいいのになって。次相川浅井だから次は太田あやめろかな。あやめろは、あやめろも本当に可愛くてめちゃくちゃ可愛い、なんか顔が可愛いからだし、なんかあやめろもすごいあやめろはね本当になんかいじられキャラって感じがすごいするんだけど、なんかね、なんだあやめろももうちょっとなんか世間に見つかったらいいのになと思う。なんかもう見つかったら最強だと思います、個人的に。なんかすっごい可愛いし、なんだろう、ファッションセンスとかもすごいあるし、なんだろう、言ったら言い方が悪いけど、なんだろう、あやめろってなんか女の子に好かれそうな顔 とかしてると思うし、なんか言い方悪いけどミーハーみたいなのもあるじゃないですか。だからそこをもうちょっと、まあ、自分生かしてったらもっとなんかファンの方がつきそうみたいなでめっちゃ思う。そうキャラもビジュアルもいい、そう今時の子だなってめちゃくちゃ思うから、それをもうちょっとなんかインスタグラムとかで活かしていただいたらもっと見つかりやすいのかなって思う。って思いますね。でもめちゃくちゃ可愛い。
マギーさんが来てるの。マギーさん、こんばんは。お久しぶりですね。マギーさんいるんですか？めっちゃ久々じゃないですか。見てください。こんなに菅原変わりました。イエーイ。マギーさん あ、いた。いたんだ。ごめんなさい、ちょっとお話をしてて気づかなかったです。ありがとうございます、来てくださり。いい意味で成長してます。こんな重いになっちゃってるけど。なんかマギーさん最近 YouTube とかショールームも始めたらしいんで、ぜひ皆さん見てください。で、一旦マギーさん置いときまして、太田でしょ、次は合ってるよね、太田だよね、次太田の次だよね。合ってますかね。片岡、上村、片岡、なるぴ、また遊びに来てください。待ってます。ごめんなさい、ちょっと今日は他のことをやってしまった。マギーさん、ごめん。多分ってか、どう考えてもなんですけど、なんか絶対に表に努力を見せないというか、裏で絶対コツコツやるタイプなんです。だからスクランブル出演とかもあっても、なんか頑張って、何平気な顔じゃないんですよ。平気じゃないけど、その努力を見せないように、こう、何努力を見せずに私できますみたいな感じなのがすごいなと思って、やっぱ任せられるぐらいの、急遽任しても大丈夫って思える人がいるのって本当にすごいことだし、それぐらいナルピができるっていうのを運営の方も知ってるし、周りの方も知ってるから、なんかその努力を見せないのがすごいなって思うし、仮に自分がそういう努力をしてたら、なんで？とか思っちゃうかもしれないけど、そういうところを一斉に絶対に見せないところがすごいかっこいいなって思う。私ナルピーはね、なんかこれはもう本当初期から思ってたんだけど、こういい意味で顔が変わらないというか、なんだろう、元から美人なんですよ。本当に入った時からめっちゃ美人だなって思って。本当にね、すごい顔が本当に綺麗だなってめちゃくちゃ思う。なんか徐々には成長してってはいるんですけど、誰目線って感じなんだけど、成長してってるけど、本当に元がいいからすごい変わったとかじゃなくて、なんかいい意味でもう徐々に綺麗になっていくっていうか、本当に顔がすごい 本当に入った時からめちゃくちゃ綺麗だなって思う。上村か、あゆかはもう、あゆかもお姉さんになりました。お姉さんになったし、あとはなんか MC の回すのがすごい上手。でも上手にな、本当にね、大人っぽくなったんですけど、大人に多分ね、今までがちっちゃい子扱いされてたから、なんか早く大人になりたいみたいな、大人扱いしてほしいみたいなのがあるのかもしれないけど、なんかね、それはそれでいいと思うんです。でもなんか自分はもう入った時からね、そういう感じの年じゃないし、キャラでもなかったんですよ。こういう前髪で入ってきたから。だからね、なんかそのまだ10代のうちは、その10代の若さをもっと活かした方がいいなって思う。これは個人的な意見。なんかその中でなんか大人っぽい姿とかを見せたら、なんかもっとギャップ萌えをするなっていうのがある。それでこそ MC の時とかになんかきちんと、ま、普段は可愛く踊ってたり、可愛い曲がめっちゃ可愛いのにかっこいい曲とかになると、こんな大人っぽくなるの？とかなるし、 MC のそういう回す役になったら、あ、
あ、こんなきっちりできるんだみたいな、そういうところでなんかこうギャップを見せてくれたらいいなって思う。でもね、早く大人になりたいですよね。大人になりたいよね。彩香はね、本当になんか言いたいこととかもあるかもしれないけど、なんかなかなか言えない時もあるかもしれないから、もし彩香のファンの方が見てる方がいるんだったら、彩香は言わないかもしれないけど、そこを察してあげてほしいし、なんか無理になんか押し付けたりしないでほしい、意見とかを。彩香も思ってることあると思うし、それをできないこともあるかもしれないから、なんかそこを強く言ったりするんじゃなくて、こう遠くから見守りつつ、なんか優しく応援してあげてほしいです。え、伝わってるかな。なんか一合目できた気がするんだけど、でもちょっとまだあったかそう。なんかね、その討論会の時もちょっとすがも泣いちゃったけど、こう泣いちゃってなかなか言えないこととかあるかもしれないし、笑顔で表ではね笑顔かもしれないけど、なんか裏ではきっと苦労することもたくさんあるから、なんかぜひそれを感じ取ってほしいなって思う。あゆかには本当にのびのびとアイドルをしてほしい、まあ、みんな本当これはみんなに思う、 7D2 の子だから、なんか察してあげてほしいなって思います。次上村でしょ、次聞く系いないよね、き家業はいませんよね、もういる、次なんだ、修行で合ってる、作業じゃない、作業で合ってます、作業で合ってんのかな、もう家業いないですよね、作業です。こっちゃん、こっちゃんは本当になんかアイドルしてるなって思うし、それと同時になんかね、自分のな、なんだろう、こう自分がなんだろう、どうしたら輝けるのかっていうのをこっちゃんは常に考えてるなみたいなのを思ってて、だからみんなが思いつかないような、やっぱアイドルファンってさ、やっぱどうしてもなんだろう、アイドルファンだから男性の方がどうしても多いじゃないですか。だからそういう、まあ、どっちかっていうとそのおーちゃんがこう言ってるところって、なんか男性の方の趣味とこう合いやすいところが多いなっていうのを個人的には思うんですよ。だからなんかそれでなんかファンの方とうまいこと距離を縮めてるなっていうのもあるし、劇場とかでもなんかレスしたら結構こうガン見してくみたいなのが、すごい、うって胸に刺さるんだなって思う。あとはなんだろう、あと目力がめちゃくちゃあるから、なんかすごいうんって入る。次アイアイ、アイアイで合ってる、なってますよね。アイアイは本当にダンスがうまい、めちゃくちゃめちゃくちゃダンスがうまくて、アイアイはなんか意見とかをズバッと言ってくれるから、例えば言いにくいこととかあったりしたらアイアイがズバッとこう言ってくれたりして、すごい感謝するなって思うし、あとそのそれでこそアイドルの力とか見てくださった方は本当にアイアイも MC がすごい上手で、なんか
ビジュアルキャラになりたいとか言ってたけど ちゃんと自分がこういうキャラなんだ、自分のキャラがさちゃんと分かってるからさ、なんかそこをうまいことやってるなってめちゃくちゃ思う。自分の行く道を分かってる っていう感じがする。アイアイは本当にね、ダンスが上手だから、ダンスの番組始まるじゃないですか。それに出てるから、アイアイのダンス力をいろんな人に知ってもらえればいいなって思う。あとは、なんかアイアイもすごいたくさん考えてくれてるから、なんかやっぱお姉さんだなってめっちゃ思う。なんか 7D2 って本当に、まあ、もう上にいるの1人しかいないんですけど、あと全員年下だから、なんかみんな本当に気遣いができる子が多い。IA もなんかいっぱいやりたいようにやってほしいなって思います。 次、あ、高畑ゆき 高畑ゆきで合ってます。ハタゴンはやっぱ年上だけど、やっぱちょっとポンコツなんですよね。だけどその中でも頑張ってみんなのことをね、まとめようとしてくれたりしてるのがすごい伝わってくるし、愛くるしいなってめっちゃ思う。そこを見て本当にハタゴンもたくさん努力してめっちゃ努力してて、なんか選抜入った時になんかその努力が実ったなって思って、すごい嬉しくなりました。そう、見た目若いですよね、ハタゴン。かわいい。そう、今は選抜だから、なんかね、選抜に入れてるからなんかもっと言っていいと思う、個人的に。これはね、今ファンのみんなに言ってもあれなんだけど、菅原がコンサートとかを見た時、コンサートした時に、選抜なんだからもっと扱い良くてもよくないって思ったんですよ、はっきり言うとね。だからそういう不満は言ってもいいのかなって思う。無理しなくていいよって思う、そういうところでは。っていうのが個人的。言いにくいこともあるかもしれないけど、言っていいと思う。だって頑張ってきたんだもん、今まで。はい、そう、変なところで大人が出ちゃうのかなって。ハタゴンも自信持って言っていいと思うよ。 次、タチツテといないから、野島かな、カノかな、野島カノ。カノは本当に自らチャンスを何取りに行ったなって思う。自分の活かせる部分を最大限に活かせて、いろんなお仕事を取りに行ってて、すごいなって。カノはなんか一度掴んだら逃さないっていうのをすごいあるから、やっぱカノはね、輝いてるのが
前とかでね、踊ってるのを見るとね、すごいやっぱ似合うなって思うんですよ。カノを見てると。だからやっぱ前で踊るのがすごい似合ってるなって思うから、今のね、今すごいノリに乗ってると思うんですよ、カノって。だからそのまま選抜でセンターとかフロントで踊ってほしい。そう、自分磨きができてる子。カノもほんと裏での努力をちゃんとすごいしてる。だからカノはなんか一時期、わかんない、今はわかんないけど、一時期さ、多分自信がなかった時もあると思うけど、今はね、自信がたくさん、前に比べたら本当に自信がすごいついてるなっていうのが目に見えてるから、なんかその自信を失わずにいてほしい。自分がいいところいっぱいあるから、そこを忘れずにアイドル活動してほしいなって思う。あとはカノンもなんか 7D2 の話とかを一番カノンに相談してたんですよ。マイリちゃんとかにもしてたけど、カノンとやっぱカノンもちゃんとかみんなも考えてくれてるけど、やっぱりなんか 7D2 の中でのこの意見の食い違いっていうか、何やり団結力が足りてない時とかに、なんか自分だけなのかなみたいな思ってたところもあったんだけど、こうカノと話してカノもちゃんと考えてくれてて、こんな動いてくれるんだなって思って、すごい心強かったです。 じゃあ、だから電話とかでもカノにだったら、最近は何弱音みたいなのも何言える。カノンも本当にしっかりしてて頼りがいがあるから、カノンとかはなんか割と多分頼られる方がなんか活かせるっていうの、活かせるっていうのかな、何て言うんだろう、頼りがいが、頼ってもらった方がすごい輝けるっていうんですか、言い方が悪い、言い方あったのかな、ね、カノは多分なんかそういう風に頼られる感じの方がもっと輝けるなって思う。カノ伝え方丁寧だね。リーダーシップとかがあるなって思います、菅原的には。カノは。続いて、アイリちゃん。アイリちゃんも本当に 7D2 の愛が強すぎて、めっちゃ強いじゃんってめっちゃ思う。強いから、強いし顔も可愛いから、なんかそれをね、無駄にしてほしくないの、自分的には。だからもうちょっと これはね、前アリちゃんにも伝えたんですけど、本当にね、もったいないから、そこの強みをもうちょっと生かしたい。本当にすごいから、アリちゃんは。だからってめっちゃうるさく言わないでくださいね。ちゃんとね、伝えたからね、言わなくて大丈夫ですよ、ファンの方は。愛理ちゃん本当に可愛い。
あとその前も喋った時に、これ愛理ちゃんが出したんだから愛理ちゃんがいないよみたいな意見とかがあったんですけど、言えないみたいな言ってた時があったんですよ。 7D2 でね、こう喋ってる時にグルチャでいいなみたいなって言った時に、いや言えないよみたいな、言えるぐらいのアイディア力だと思うし、なんだろう、いろいろ考えてくれてるのがすごい伝わるから、自分の言葉はちゃんと自分で伝えないといけないから、僕はもうちょっと、アリちゃんもなんかちょっと自信、ああいう感じで見えてね、自信がないから、そう、気にしいっていう部分があるのかもしれないんだけど、だからなんかアリちゃんも自信持ってほしいなって思うし、早くアリちゃんがもっといろんなところで輝いているところを見たいです。アリちゃんの言ってることはね、ほんと間違ってることないから、もうなんかね、今はちょっと落ち着いちゃったかもしれないけど、なんか昔で言う破天荒キャラを今一度復活して、まあ、表に出さなくてもいいから、自分の中でそういう何も気にせずに言えてた時代があったと思うから、それをなんか別に表に出さなくてもいいから、意見とか言う時にそれを出してほしいなって思う。誰も嫌ったりしないから。だし、あとなんか、まあメンヘラって言ったらメンヘラなのか分かんないけど、なんかそういう新たな、今までにあんまりなかったようなジャンルでやってるから、そこはなんかそのままでもいいかなと思う、ある意味。あとはなんか歌が上手いなって自分的に思うから、愛理ちゃんもカノと一緒で、なんか何、もっと歌とかやってほしい。うん、本当にいい声してるから。それでこそもうちょっと愛理ちゃんとかには声、声優さんのね、お仕事とかをね、やってほしいなと思う。ちょっと、なんかショールームでイベントあったけどね、うまく、なんか結果がちょっとあれだったけど、なんか、もうちょっと声の、例えばだけど、ナレーターのお仕事とかでもいいから、そういうのとかをやっていただけたらいいなと思います。いいのかな、こんな感じで。一番目も固まった気がするし、あ、固まってそう、食べよう。大丈夫かな、喋れてた？一回食べ、あ、食べてみますね。うん、こんな時間だけど、いい音ですね。いい感じ、めっちゃ美味しい。で、いっぱい食べちゃう。これはべっこ飴。これラスト1個食べて終わりにしよう。
大成功これ。ねえ。なんか、ナルディ2はね、急に本当になんかみんなねいい子たち、まあそれはね別にうちらの気に限ったことじゃないし、どの木とかさ、どの先輩とかどの後輩見ててもさ、みんないいところもあるからさ、なんかその良さをねあるけど、自分は本当にナルディ2って可愛いし、いい子たちばっかだし、キャラもちゃんとあるし、なんか結果を出そうっていう努力は絶対にするから、みんなもっとね自信を持っていいなって思う。なんか自信をもうちょっとつけたらもっと最強になれるかなってめちゃくちゃ思う。あとはもっとみんなで団結、前に比べたら団結できるようになったなって思うけど、もっともっと団結したらもっとすごいことが起きそうだなっていうのがあるから、みんな一人ずつ自信持ってもっとみんなで頑張っていけたらもっと最強になるんじゃないかなって思いますね。っていうのが個人的。なんかこのままね終わりにするのはね本当にもったいないなって思うので、頑張らないといけないなと思います。ちゃんと喋れてた？ねえ、喋れてた？だって。大丈夫だった、だってやったよかった。たくさんのファンの方たちがいるっていうことをもうちょっと自分たちでも自覚しようって改めて今喋ってて思いました。こうやって応援してくださる方がたくさんいるから、その人たちと一緒に頑張って来たらいいなって思う。したら、みんながいっぱい、ファンの方もたくさんいるし、いるからなんか自信なく必要ないなって思う。だからみんなもっと、みんなと頑張れたらいいなと思います。頑張るぞ。あー、はい、腐らず頑張りたいと思います。はい、って感じでね、 7D2 について語りました。明日はね、杉山愛香ちゃんの番です。アイアイか、何にしようね。何にしよう。
何にしましょう。明日の宿題ですね。何にしよう。ダンスさせますかね。じゃあ、アイアイに SK の曲を1曲踊ってもらう どうですか？ 1 曲踊ってもらう。やってくれるかな？何でもいい。アイアイが自信のある曲を1曲だけ踊る。ワンハーフででも全然大丈夫です。って思いますね。一曲、ワンハーフ。すがらね、ちょっと。画用紙とかがないので。文字に打ちます。宿題。ワンハーフ。踊ってみた。ワンハーフ。好きな曲。自信のある曲にしよう。あ、自信、好きな曲にしようかな。好きな曲。踊ってみた。はい。アイアイの宿題はこちらです。好きな曲踊ってみた。これです。ワンハーフでもいいし、フルでもいいです。これはもうアイアイに任せます。アイアイに任せるので、好きなように踊ってください。はい。スクショしてくれました？スクショした？誰か送ってね。誰か送ってね。可愛い瞬間だよ。はい。ってことで、見てくださりありがとうございました。最近はね、やっぱりお家から出れなくてね、大変だけど、皆さんこういうショールームを見てぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。またぜひ明日も 7D2 おうち時間リレーあるので、ぜひ見てください。じゃあ最後に、菅原は昨日担当してくれた聖奈が岡ちゃんの映画をね、やって終わりたいと思います。確かなんか誰かさんによると、3分じゃなくてもいいっていう情報を手に入れたので、1分間だけやりたいと思います。 3分やる必要性がないって言ったらないですから、それでいきたいと思います。じゃあ1分やりたいと思います。いきますよ。
はい、出しました。はい、ってことで、はい、1分長かったですね。ありがとうございました。はい、1分でも長かったです。本当に顔がめっちゃ食いしばりました。とても長かったです。はい、はい、ということでありがとうございました。今日のね、配信をね、聞いてくださった方ありがとうございました。少しでも、ララディーツのこと好きになってもらったらいいなって思いましたし、ララディーツってこういう子たちがいっぱいいるんだなっていうことを知ってもらえ、いい機会になってたらいいなと思います。はい、ということで、最後にね、ユーザーランキングトップ5をね、発表して終わりたいと思います。はい、第5位はボンバーさんです。ありがとうございます。第4位はエイジさんです。ありがとうございます。第3位はチョイスさんです。ありがとうございます。第2位はヒロさんです。ありがとうございます。そして第1位は稲妻さんです。ありがとうございます。はい、ってことで皆さん本当にありがとうございました。またね、皆さんと会える日を楽しみにしてますし、本当にもっと今日の配信を聞いて、7D2のこともっと知りたくなったよっていう方は、ぜひ調べてくださったり、インスタとか SNS とかのフォローしてくださると嬉しいです。明日は杉山愛香ちゃんの番なので、ぜひ見てください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。